皆さんこんにちは、ペストでございます。天童続きやっていきましょう。ではこちらですね、柳川町攻めですね、観光しましょう。お、変換車トレード、あ、ないな。あ、佐竹さんな。さあ、あ、信長さんらもう破壊終わってんのかな、なくなったっていうことは。あ、そういうことですね。ではね、ごめんなさい、行っちゃいましょうか。かしこまりました。お任せを。かしこまった。かしこまった。では行ってみましょうか。お、転換者誰？あー、なんかもらえるんだったら。あれダメなんだ。あー、じゃあ拒否ろう。はい、あ、宇治松さんがね、信勝さんの投与に失敗してますね。この程度か。敵部隊壊滅。目標を変更せよ。狙い撃て。力を合わせよ。この程度か。前進。美濃和城からね、どっちに移した方がいいのかな。まあ物資があるのはね、川越の方ですよね。ちょっと移動させちゃおう。多分ほぼほぼ全員。兵力で見てやった方がいいかもね。
あれ、あ、そっか、一括選択して下から外してった方が早いか。まあ、この3人だけ残していきましょう。はい、さあ、あとはどう出てくるかだね。我らを恐れるがよい。やりおる。皆の者、今こそ決戦の時。外門を突破いたしました。狙い撃て。助太刀するぞ。この程度か。今だ。撃て。力を貸すぞ。この程度か。早かったね。さあ、こっちは、影勝さん、毛利さんを守らすつもりで、かしこまった、つけたんだけどね。これで、柳川城も落とせましたので、次は橘山城に向かってね、行きたいところですね。いや、どっから起ころまあ一時的なんでね、誰でも行っちゃいいんだけど、あんまり影響のない人はね、いいよね。照本さんなるな。
ちは太田城があるから、まあ出れてもここまでですよね。外部になっちゃう。なんか遅れ、お、そろそろ聞くかな。ダメだね。テルモトさんがね、到着してないんでね。さあ、そろそろね、人吉城も。
あとは富山城ですね。まあ、だいぶ出ては来たけどね。よいしょ。必要でもやっておきましょうか。村城はそうだ、南の方にあったんだ、忘れてたな。まあ物資がないんでね、承知しました。施設完了、この場にて待機せよ。行け。で、村中城を攻めるか、こっちを取るかなんですけど、その前に、川越城にメンバー集まりましたんで、関の方のね、軍隊は、これで、鉄砲の部隊、ごめんなさいね、ちょっと考え事をしてしまって今一瞬止まってしまったんですけどね。
うん、ではね、もうちょっと出陣したいんですけど、一旦ここで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。